ウエスト西大吾です。皆さん、今回はここ秋葉原にあるガチャポン会館さんにお邪魔しました。この中にですね、ガチャガチャがこれでもかっていうぐらいいっぱいあるんですけど、今ね、最近のガチャガチャは個性的なものがたくさん出てるんで、ちょっと童心に帰ってたくさん回してみようかなと思います。行くよ。こちら、はい、じゃらせん。やったぜ。大人で2000円。ちょっと今見てたら、はい、結構高いんですよ。5万とか25分の1スケールで10500円。大人のガチャガチャって感じです ね、 なんかでも誰が買うんだってなんか誰が買うんだの宝庫ですからね、ガチャガチャなんか。やっていきますか、はい。うわ、これとか面白い。昔なんか焼肉屋とかに、ファミレスとかね。そう、ファミレスとかであったやつですね、これ。これね、爬虫類の人気人気ですね、最近爬虫類。やっぱ秋葉原だから、このアニメ系多いよね、が中心なのかなっていう。まあ、僕、漫画とかも好きなんだよね。はいはいはいこれ絶対もう子供用に作られてない、この高さ。今パッと見た限り、子供は一人もいないですそうですね、うん。まあ、金消しとかいいじゃないですか。あえてここでまた金消し。金消しって最初何でゲットしたの？いや、僕らなんかも全然世代じゃないです。あ、ゲットしてる世代じゃないです。もっと上だよね。はい。ミスの世代ですか？いや、全然。もうちょい上。もっと上だと思う。最低300円って感じですね、なんかね。そうだね。昔100円だったよね。100円でしたよ、100円。スワルムーミンとかいいじゃないですか。あ、可愛い。ね。これスナフキン好き。じゃあちょっとスナフキン当てましょうよ。当てますか？当てましょうよ。400円だし。はい。誤解できるよ。これで終わらそうとしないでください。これ一発で当てたらね、やっぱかっこいいですよね。もう当たるんだろうな。いや、持ってますから。短い。さあ、どうかな？ちっちゃいんだ。結構。あ、ほんと？あ、めちゃめちゃちっちゃい。あ、シルクハットが見えるから、これ。あー。パパだな。パパだったら、まあ、いいね。おー。パパでーす。パパゲット。パパゲット。すごいね。なんかオフィスなんかの机とかに。うん。こう置いたら可愛い。スナフキン欲しいけど、ちょっと後にしようか。そうですね。ちゃんとここにカプセル入れるとこある。それあるでしょ。そりゃあるでしょ。怖っ。テンスラ、テンスラおもろいっすよ。あ、ミスさん見てるんですか？見てます。へえ。あ、いいですか。おせち食べました？今年食べました。あ、食べてないぞ。あ、お小遣いが大事な。お小遣い。あ、ミスさん、これはこれやんなきゃダメじゃないですか。やるか。ミニチュアルアーバイトキット。いやー、ちょっとやらなくていいんじゃない、これ。え、やりましょうよ。なんでやんないですか。引き当ていこうか。じゃあ、いや、やりましょうよ。やっていこう。よっ。何かな。めんどくさいな、これ。あー、割れた。握力子供の頃の感覚忘れちゃってる。ルアーっすね。ルアー。これはミノーっすね。ミノ。はい。これどういうルアーなんですか？それはですね、痛いなって。あ、ちょっと指が痛い。割っちゃったやつで。これは、まあ、巻物っていう。巻物？はい。巻いて使う。やつだね。はい。魚に見せる、こう、こういう感じで潜っていくんです。なるほど、なるほど。これは嬉しいですかね、これ当たって。まあ、そうですね。あげます。あ、いらないんかい。嬉しくないんかい。ミッチすぎるでしょ、これ。いや、すごいね。あ、これ本当にビニール入ってるんですよね。電子レンジも使えるらしいよ。あ、これあれだ。バクテリアフィーチャー。あ、ちゃんと見てください、炎も。うん、炎もついてますよ、これ。これいく？これ売っちゃいましょうよ。これどういう種類なんですか？これいいんじゃない？これ走ってるやつと、あ、ボード付きのやつと、うん、つですね、飛んでるやつと、普段なんか、それ3。どれ狙いますか？ワン。レレレン。どうかな？炎じゃん。あ、マジで？うん、すごい。よっしゃー。いいっすね。開けてからリアクションするものなんですけどね。なんか、炎じゃんってそんな地味な絵ないっすよ。YouTube に。ほら、炎じゃん。イエーイ。なんかちょっとプラモデルっぽいっすね。これはちょっとなんか嬉しいわ。え？あ、いいんじゃないですか？あとはスナフキンだけだよ。あ、こっちは、奥はフィギュアコーナー。フィギュアが売ってるコーナーになってるんですね。これいいじゃん。さまよう鎧。あ、キングスライムとかありますか？あ、いいね。上向いてる。ドラクエやっぱキャラがさ、可愛いから。West。じゃあラストやりますか？なんかやるしかないでしょ。うん、秘密。ろくなもん入ってないからこういうの。なんだこれ。卓球。
どういうこと。あと1回行ったらあと300円しかできないですけどね、うん、秘密のダブルだ。どういうこと？ロアモンデジモン？ちょっと分かる人ちょっとコメントで。これでも卓球はまあまあ面白かった方なんじゃないですか？うん、そうですね。あ、これいいじゃん。お、ママチャリの鍵でしょ？おお。これ結構気持ちいいね、確かに。これ今この型ないっすもんね。ないよね。これ種類は何がない？これしかない。シルバー、ブラック、グレー、ゴールド。ただ色違い。あ、ゴールド。おー、ゴールド。押し込んで。で、これで鍵かけました。で、これ多分鍵なんですね。これ押し込、最後押し込んだら開くみたいな感じだったじゃん。はいはいはい。で、開きました。まあプラスチックで遊ぶには。再現したっていうことですね。感触はじゃあ再現。まあなんかやりたくなっちゃう。うん、いる？いらないです。持っといてくださいよ。なんで全部いるって感じ。ということで、もう急に終わった。急に終わらそうとしてきた。ということで、いやちょっと待ってください。一回じゃあ、はい、今日出したものなんか。あ、なりますか。はい。West West。まずはね、ママチャリの鍵。はい、さっき取ったよ。三色シリーズ。はい。卓球。ハテナで出た。うん、100ですもんね。これどうやって使うん？これあれじゃん、消しゴムじゃないですか。あ、消しゴムか。ルアー来た。まあなんかいいっすね。これはいい、ね、これつけててもまあデロリアン出た。ブーン、このまますぐかっこいいね。パパ、あ、ちゃんと座れてますね。かわいい、これかわいい、かわいい。これは本当に謎、うん、ロアモンかっこウイルスボイスチェンジ。はい、でこれなんか QR 読み込んだらなんかあるのかな、うん、はい、出たんですけど、はい、これサービス終了してます。あらら。だから100円かけて、はい、まあ、ムーミーといったらムーミーなものを。そうそう、卓球は相当いいやつだって、これ100円の中で。そうですね、うん、だからこれ当たりだったんですね、この卓球。卓球の感想、はい、いやすっごい楽しかったです。しらじらしいな。でも本当になんかマニアックなものがね、たくさんあったし、うん、そうですね、お金ね、もっと使って、あの、やったら面白いんじゃないですか。もうちょっとね、はい、あの住宅な予算をかけたらいいんですけど。そうそうそう、まだね、僕らそんな駆け出しながら、はい、完食とかいいっすね、やっぱね、完食シリーズとか ね、 ね、またなんか面白いものあったらね、教えてもらえれば、はい、ちょっと行ってやってみたいですね。そうですね、はい、そうですね、行きますんで、はい、はい、今日はありがとうございました。またこれ挑戦するんですね。ちょっとスナフキン欲しいから、まあ、もう企画とは別に個人的に。TT ウーとか出んだろうな。どうすか、尻尾が見えちゃった。あー、もう見えちゃった。ウーミンだねこれ多分。なるほど、じゃあもう一回両替。はい、そうなんだよ。どうかな、引き悪い。ひちゃみなんすか。ムーミン、あ、ムーミン、2連ムーミン、2連ムーミン。なんか引き悪いっすね。悪いな今日。あ、5? あ、5しか。ちょっと待って、3連ムーミンじゃないこれ。3連ムーミンなんだけど。ムーミン入ってないんじゃないのこれ。いや、来るでしょそろそろ。お、お、多分来た。お、お、やってきた。シャッシャッシャッシャイ。あ、来たよ。お、来た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 。やってきた。やったねスナッキー。かわいい。はい、あ、かわいい。やっと、やっと。よし、これは持って帰る。これはじゃないです。全部家持って帰ってくださいね。ニムミン、ニムミンパパにスナフキン。ほんで、スナフキン。はい、5回2000円ですね。普通に売って。おー。こんな感じですね。